You're listening to Shibuya Cross FM。渋谷クロス FM をご覧の皆さん、こんばんは。こんばんは。月曜日の夜、いかがお過ごしでしょうか。夏が来れば思い出す遥かな尾瀬、綾瀬修、シンドリック綾瀬修です。上海ハニーと日のレイ、社交ダンス、見つめっぱなしたまんね、女神、シンドリック日のレイです。この長い長い下り坂を君の自転車の後ろに乗せて、ブレーキいっぱい握りしめて、ゆっくるゆっくる下ってく、シンドリック神崎くるみです。夏の思い出、手をつないで歩いた海岸線、車へ乗り込んで向かった天音莉子の日、シンドリック天音莉子です。ハピネスの下り、盛大にお願いします。おーいおーい、台本台本の方、すごい親父ギャグみたいな連発してるよ。諦めたよ、あと1個、あと1個だったんですけども。まあまあ、いつものやったってよ、はい、いいですか、はい、どうぞ。台風が近づいていますが、皆さん、はい、せーの、ハッピネス、食べればスーパーマン、ハッピネス大好き、イカです。よろしくお願いします。さて、始まりましたシンドリックのシンクロスポット。この番組は毎月第2月曜21時に、私たちシンドリックが渋谷クロス FM からお送りするアイドルオブアイドルな番組です。この番組でアイドルの今を、アイドルのリアルを、そしてアイドルの素晴らしさを世界中の人に届けていく番組となっております。この番組を聞いてアイドルに興味を持ってくれたり、アイドルって素晴らしいなって思ってもらえたなら幸せなことです。そしてここ渋谷クロス FM は渋谷公園通り周辺エリアにて FM88.5MHz にて放送されていますので、ラジオでもお聞きいただけます。ということで始まりました、8月23回目のシンクロスポットでーす。前回は、はい、私、綾瀬と天音お休みの3人での放送でありましたか。はい、それから5人それまして、8月をお届けいたします。はい、で夏ですよ、もう早いね。真夏です。もう1ヶ月経ったんだ、あそこから。真夏です、うん、どうでしたか、真夏。まあ、まだ夏は終わってないけどね。どんなことがありました、すで、うん、に、すで、にね、はい。でももう8月の13日、14日だから、はい、もうだってもう終わるよね、夏。終わりますね。終わるよね。え、私は8月末のイメージ。あ、一緒一緒。じゃあ9月からはもう、ね、もう秋の、暑いけど、うんね、秋のイメージ。そうですね、確かに。うん、確かに確かに。うわー、もう残すところ1ヶ月ぐらいで、ね、そうですね、うん、ちょっとであと1ヶ月半ぐらい。ちなみにシンドリックは昨日まで大阪遠征に行っておりまして、はい、フェスに出演してきましたよ。タコタコチカッパさん行ってきました。はい、チカッパさん入りした。ちょっとね、ゲリラ豪雨とかね、最後の方ですね。あ、そうだね、そうだね、うん、それもなんか夏っぽいですね。夏っぽいね、うん、夏の雲が出てました。近づいてるので、ということでね、いろんな8月があったのですけど、それもこのラジオでお話できたらいいなと思っています。はい、さて、いいラジオに欠かせないのはいいリスナー、癖の強いリスナーが集うラジオになるといいですね。ということで、その癖の強いリスナーから寄せられてくる癖の強いメールで番組を盛り上げていきます。今回募集するメールテーマはこの2つ。まずは普通のお便り、そして2つ目、汗だくの T シャツ、日焼け、食欲、夏フェスに、あなたが夏を感じる時間を大募集する、夏を感じる瞬間という2つのお便りを募集しました。はい、夏はい、残念ながらお便りを送れなかったあなたも大丈夫です、はい、ツイッターでハッシュタグシンクスをつけてツイートして、はい、どしどしお願いいたします。お待ちしております。拾います。ちなみにね、お便りも本当になんかみんな夏を楽しみにしているようなお便りばっかで、いや、みんな読むの楽しみだなと思います。夏好きなんだね。ね、うん、夏派の人、冬派の人、あ、夏派、
まあ夏生まれではあるから、ね、冬派の人、あれ何派何派、なんでなんで、春派、春派うわ秋派かも、秋派、うん、バラバラや。じゃあ今日のラジオもう文ちゃんリーダーで任せてください。夏リーダーじゃん、夏女、7月生まれの女なんで、7月生まれの女、よろしくお願いします、よろしくお願いします。残りの夏盛り上げていっちゃいましょう。はい、それでは普通おた、まずはいつ、え、これまあ、どっちだの、リコちゃん、こっち、うん、そうなの、東京に帰って、ね、初心者かな、そうだよね、もう半年以上経ってますよね。リコちゃんの思考は大阪にあるのかな。戻っておいで東京に。はい、どうぞ。それではシンドリックのシンクロスポットスタートです。シンドリックのシンクロスポット、シンドリックのシンクロスポットをお楽しみいただけているでしょうか。この時間はですね、こちらのコーナーをお送りしたいと思います。シンドリヘッドラインニュース2023年8月になりました、はい、本当にいろんなことがあった7月から8月を振り返ってみましょう。はい、はい、ということで、はい、いろいろあった、うん、7、8月ということで、はい、うん、前回はね、ワンマンライブの振り返りを3人がしてくれてたみたいなんですけども、はい、ね、気づいたら夏のイベントも盛りだくさんで、はい、忙しい中ですけども、うんうんうん、毎週何かあるよね。あるね、うんうん、確かにすごくない？夏ってそれがすごいよね、夏って感じ、本当に、うん、だからこそ早く感じるんじゃない？あー、あれこれ、うんうんうん、あれこれってこうやってきてくれるから、うん、ワクワクしちゃってさ、いっぱい準備してますもんね、うん、しかも先月の 3月じゃないわ、うん、3人タイムリープしてるね3人でお送りした時は、うん、それこそちょうどあの TIFF のね、ロードトゥ TIFF の最中だったから、最中だった、うん、お休みだったから、ね、8月のラジオで、なんて嬉しい、うん、嬉しい気持ちでできたらいいね、うん、みたいな。そうだよ、何、皆さんどんな気持ちですか。なんと先日くるちゃん言ったってよ、何に出演したか。東京アイドルフェスティバルに出演できました。みんなのおかげだよ、本当に本当にありがとう。そんな中、うん、もう岐阜のこと嬉しいのか、お便りも来ております。嬉しい、はい、ラジオネーム中台さんからいただきました。 Thank you。 今回初めてお便り投稿させていただきます。初、特にいろいろね、あの最近ハマったばかりで楽しい毎日を過ごさせていただいておりますが、特に先日の TIFF は全力で最前から盛り上がることができて、夏を感じることができて最高でした。これからも応援してます、ということで、ありがとう。他にもマサとくるみよしさんも TIFF、はい、とてもやばかったです、スカイステージ最高でした、というお便りいただいております。ありがとう。私たちスカイステージのお昼だったんですよ、うん、土曜日のね、はい、そうですね、うん、暑くて、本当に暑かった、暑かった、ね、今までにないぐらい暑さを感じたけど、うんうん、なんか風も気持ちよかったし、うんうんうん、見晴らしがすごいじゃん、うん、そのステージの、うん、がなんかこの分来るのは4年ぶりに立つことができまして、はい、本当になんかエモい気持ちになっちゃって、はい、もう本当にエモーショナルだった、なんだろうね、瞬間、うん、すごかった立てたんだって気持ちだよね、うん、そうですね、プラスね、うん、お二人は初ティフ、初ティフよ、どうだった？先輩風吹かした？違う、先輩風吹かした？どうだったのかな？どうだった？で、リコはもう絶対に出るぞっていう気持ちだったから、うん、あ、出れた、よかった。でもここがこう出ることがゴールじゃなくて、うん、もうこれからがスタートだから、うん、頑張っていかなきゃと思って、うん、頑張るぞっていう気持ちになりました。なんかあれだったよね、私たちももちろん嬉しいのもあるけど、うん、ファンの方たちの熱気もなんかすごい以上にすごくて、すごかった。最近皆さんオーバーチュアでおーおーおーって歌ってくれてるじゃないですか、すごい、うんうん、聞こえてた、もう3倍ぐらいのあの声量で聞こえて、うんうん、なんかあ、もうみんなも嬉しいと思ってくれてるんだなっていうのを直に感じましたね、うん、なんか特典会ではさ、TIFF の、うん、もう気持ちが高まりすぎちゃって感じだったんだけど、はいはいはい、今冷静になったらファンの方はどんな気持ちだったんだろうと思って、うん、あそこにステージ
の会場にいた時の、うん、一緒に過ごしてライブを、うん、で私たちのことを見てどういう気持ちだったんだろうなって思いながら、うん、ぜひぜひあのリアルタイムでもね、うん、ハッシュタグシンクスで、ね、シンクスでどんな気持ちだったのかをね教えてくださいよ。サンジパパさんスカイステージに立つ姿泣けたって。泣けた、うん、感動してくれたかな。えでも、ステージで泣いてた人いた。え、いた？え、いたいたいた、うん、いらっしゃいましたよ。いた、目頭熱くなりましたよ。なったか、ね、しかものちゃん泣いた。んのちゃん泣いた。あ唇震えてますけど。いやでも、ののはさありまして、違うんだよ。はい、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 何？いや、この人です、犯人。何？何？この神崎さんがいちいちのどかを見て泣かしてくる、うん、始まる前から泣いてたよ、ね、なんか、はい、なんかみんなでさ、うん、こう空とかこう、はいはいはい、街景色をこう見てたじゃないですか、うん、スカイステージだねみたいな、うんうんうん、ひょこって横に来てなんか4年ぶりだね、みたいな。嬉しいねとごめん、その言葉私かけられてないかもしれない。違うの、狙い撃ちだわ。あの泣かせたかったのないか、わかる、うん、そういうブーンはそれを言って泣かないから、ね、ブーンはさ、うん、そうだねしか言わないやん多分。いや、まあ、これから本番やっちゅうねん。本番前に本当にでキャッカ言ってて2人が、うん、キャッカしてたね。ブーンはなんかすごいもういつものマイペースな感じ、くるみが4年ぶりのスカイステージ頑張ろうね。結構エモタイムだったんだね。そう、なんか違う、勝手に勝手に一緒にしないでリーダーだけだったんね。いやでもなんかそれで気持ち入りましたよ。あ入ってね、グ、うん、ってね、はい、入りましたよね。でもなんか私もそれこそあのバックステージね見ていただいた方わかると思うんですけど、はい、久しぶりに泣いたんですよ、ね、びっくりした。なんかまあそれもあの私大体つられ泣きが多いんだけど、そうだね、あのうちの P が男泣きをするもんなのよ。泣いてたね。本当にハンカチで抑えて、スタッフさん陣みんな泣いてたよね。泣いてた。いやなんかもう本当にもうメンバーより数が多いんじゃないかぐらいシンドリースタッフさんみんな来てくれてその場をね見ていって、でも感動してくれたって言って、ね、もう来てもう常泣きしてるの見たらそりゃ泣いちゃうよねっていう、うん、なんか今までのさバックステージの映像あの YouTube にあるんですけど、シンドリックのこう、うん、いろんなこう、うんうん、ワンマンライブだったりアーシャだったりのバックステージをね今まで出してるんですけど、今までにない口数の少なさだったのに、うん、すげえ泣けた。あれすごくなかった、みんなの表情が。違う、よくよく考えるとプリクラ撮ってんだよ、うん、めっちゃでもなんかエモく見えたよねあれ、うんうん、あれすらもね、そう、わかる。そうなんだよ、うん、どうだった、どうだったの。ずっと泣いて、もうあのあれエレベーター乗って出るじゃん、外に出てこのファッみたいな青空でーすみたいな時からやばいってなって、うん、あちょっとこれあんま考えすぎるとダメだなって思ってはしゃいでたんだけど、うん、でもダメだね、あの本当に綺麗だった、すごかったね、純粋に綺麗で楽しかったのが大きかった、本当に楽しかった。じゃあだってスカイステージバックに踊ってたんだよ。えそうだよ、なんか前日までその何にもないよって言ってたじゃん、後ろもそう、このこれ背中がないよって言うからこれ落ちたら大事故になると思って放送できなくなっちゃうっていう心配をしてたんだけど、もうそれどころじゃなかった本番は。15分が一瞬だったよね。一瞬だった、本当に一瞬だったよね。あっという間だったね。であの帰る時のカメラには収められてなかったけど、うん、またトコトコトコって石川のところに神崎が来て、うん、楽しかったね。やってるんですよこの人。もうどうしても泣いてほしいらしくて石川に。リーダー石川泣かせたがりや、ね、泣かせたがりなの。本当にいい思い出でした。はい、いい、ね、ありがとうございます。本当に素敵な思い出をありがとうございました。じゃあもうあのせっかくなのでお便りもねもういっぱい来てますけども、りこ、うん、ちゃん読んでくれますか。はい、ふっちょった。はい、うん、そうだよ、はい。ラジオネームアンジュさん、ありがとうございます。ありがとうございます。シンドリックの皆さんこんばんは。こんばんは。昨日おととい2日間の大阪遠征お疲れ様でした。ありがとうございます。久しぶりに見るシンドリックの皆さんのパフォーマンスは
前よりもすごくパワーアップしていて痺れましたし、他のどのアイドルさんよりも一番キラキラしていて見とれてしまいました。ありがとうございます。ずっと気になっていた新曲曖昧熱帯夜を生で見ることができたのもすごく嬉しくて、いまだに余韻に浸っていますということで、嬉しい、はい、嬉しい、ありがとうございます。ということで新曲、7月の新曲として、はい、曖昧熱帯夜を披露させていただきましたね。はい、はい、大好きこの曲。いや、いい曲ですね、うん、おしゃれでね、夏の曲ですね、うん、ね、うんうん、もう夏曲、これはあれですね、7月あの事務所主催のワーニングで発表しまして、はい、うん、この曲もさ、うん、また準備ドタバタでしたよね。ドタバタ、実は、ね、今年2023年はシンドリック毎月毎月1曲ずつあの新曲をお届けしますというふうにね公言していまして、うん、でまあいろんなねこうリリースの月とかもあったりするんですけど、そのせん先月、はい、が熱帯夜、そうです、そう、7月、そうだね、7月が熱帯夜でした、うん、そうですね、そうですね、いい曲なんですよ。でもなんか世界観を作るのがちょっと難しかったね、はいはいはい、グループ、うんうん、多分一人一人の世界観はあるじゃん、みんなこうやりたいじゃん、 それをごちゃ混ぜでしたままじゃダメだから、うん、一回話し合ったりとかいろいろするんですけど、うん、そうね、結構難しかったね、うん、一番多分楽曲の中で話し合いが長かったのがこの楽曲じゃない、うん、そうだね、まあ、でもなんかやってくうちにこう、うん、なんだろう、自分たちの世界観を作れるんじゃないかなって思います ね、この楽曲は。なんかこの2月、7月が朝焼けミラージュで、うん、8月が曖昧熱帯夜で、うん、こうジャンルがさこうどんどん、うん、おしゃれ高速超欲アイドルロックの中でもこう膨らんできてる感じがするから、なるほどね、曲の幅といいますか、なんかもっともっといろんな曲こう知ってもらって、そうね、でいろんなこう感じ方をファンの皆さんにもこうね体験してもらって育てていかないとなっていう、育てていかないと ね、そうですね、感じがする、一緒に共にっていうね、うん、でもよかった、じゃあ曖昧熱帯夜大阪でできて ね、よかった、待っててくれた方がいたら、うん、ミラージュもねいつかね歌いたいですね、そうだね、遠征とかでも、はい、歌いたいな、じゃあそんなね、もう一つとか読めますか、読んじゃいます、もう一つというよりさ、それこそヘッドラインニュースだからメンバーのなんかトピック聞きたい、あ、うん、何かありましたかこの1ヶ月、私はあの、はい、ほい、あれなんだっけ、隅田川、ああの花火大会をチラッとね、うん、見ましたね、一緒にスカイツリーの方から、なんか今年ぐらいからさ、うん、花火大会が、ね、通常開催さ、ね、祭りとかもしてますね、そうそうそう、どこから見えたの、あとね、たまたまちょっとお買い物してて、うん、で見えないだろうなって諦めてたんだよね、 そう、うん、そしたらスカイツリーから見えたの、え、超いいじゃん、本当に一瞬だったんだけど、一瞬か、そう、クライマックスぐらいで、へぇ、そう、ちらっと見えて、ちらっとね、え、人多かった、めっちゃいた、多かったんだ、すごい賑わってたね、うん、ね、すごかった、そうなんだ ね、でもね、音がもう良くて、いや、わかる、そう、ヒューパー、ね、パンパン、音はずっと聞こえてたね、たどこにいても、うんうんうん、どこにいても、どこ、そんなどこにも行ってないんだけど家にいても聞こえた、落ちにいました、そう、見えなかったけど、ね、テレビのね、放送とかもやってて、うん、あ、そう、見たわ、テレビ、私、やってたんですよ、え、リコは八戸とかで花火大会とかあった、え、あるある、お、あるんだ、うん、そう、海の近くに屋台とかもいっぱいあって、超いいね、超いいな、いっぱい焼きそば食べる日なの、花火の日は、あ、そうなの、そうだったんだ決めてるんだ、そう、決めてるんだね、そうなんだね、うん、東京でもね、うん、どっかの花火大会で焼きそばいっぱい食べる、焼きそば、うん、あいつ焼きそばしか食わないよみたいな、明日あるよ、明日あるんですよ、明日ね、はい、夏祭りがある、本当に明日8月15日ワロップ放送局にて、あのワロップ夏祭り、はい、なんと4年ぶり5年ぶりの開催ということで、ね、エゴサするとさ、はい、やばい写真がいっぱい出てくる、本当にやばい写真なんで言うのよ、やばい写真なのに何でも検索しちゃおう、検索しないで、もう今からハッシュタグシンクするやばい写真だ、やばい写真だ、明日はアイス焼きそば焼いてますので、はいはい、ぜひ食べ来てください、ね、楽しみ、気をつけて来てください、楽しみ、他ありますか、はい、それこそリコはさ、うん、お腹すいたら文ちゃんにさ、あ、うん、お腹すいたな、あ、そうその話していい、それこそさ、この土日のことなんですけど、はい、あの、天音リコ察してほしい乙女心事件がありまして、え、なんだよそれ、何なんかリコって何かしてほしいときに、はい、あの直接的に言わないんですよ。だから例えば何々貸してほしいとか、うん、何々したいんですけどみたいなことを、うん、例えば昨日なんかリコが歯が痛いっていう話を、はい、昨日の帰りの車でし始めまして、うん、急にね、なんか痛み止めが
欲しいんだよねってメンバーの会話ではしてたんですよ、うん、で、うん、痛み止め持ってなかったからマネージャーさんがね、うん、持ってるかもって言って、うん、やりたかったのにマネージャーさんがパーキングで戻ってきたら、うん、歯が痛いなっていきなり言い始めるんですで別にそこで薬なんかマネージャーさん痛み止めありますかって聞けばいいのに、うんなんで歯が痛いからこの子は始まるんだろうと思う一回ね、こうちょっとそっとしておいたんだよねそうそう、うん、で、でもなんか歯が痛いなしか言わないからそろそろしびれ切らして日のレイがねえ、リコちゃん、そういう言い方じゃないでしょって言って諭し始まるもうレイの後輩でしょなんでよでもレイの後輩ってことは3人の後輩やからね、その前にさ、歯が痛いって何歯が痛いって何マジで おばあちゃんなん歯が痛いからありがとう、先に進むとこだったよそうだよね歯が痛いなって言ったら、うん、痛み止めあるよって出してくれるかなって思った、うん、なんで歯が痛いのよそうだこちらからしたらでも歯が痛いの知らんのよお医者さんに行きなさい、ね、ちゃんと共感を読んでほしいの察してほしい乙女心なのダメです。ダメダメ。本当にダメ。ダメです。そうダメ。それこそだから車の中のさ冷房の事件もあったりするじゃないですか。はい、で私は寒いの分かってるからパーカーを持ってきていろいろ己で対策してんのにこの人は何も持ってくず寒い寒いってずっと後ろで言ってるの。ピーチクパーチク。だって寒いだもん。だから寒い時はなんて言うの？寒いなーって。違いますよ。暖かくして。あったかくレイの後輩でしょレイちゃんレイの後輩だけどレイの後輩ってことは3人の後輩でもありますからね違いますレイちゃんが教育係でしょ私、うん、そのお願いの、ね、仕方をねとばっちりお願いの仕方をね学んでいかないと一緒に言おうね、うん、せーのでエアコン一人で言え一人で言えもうだから本当に天音莉子って本当にあのガキンチョなんだなと思ってそれを、ね、あの久しぶりに感じたこの2日間だったの甘やかされて育ったものでまあまあじゃないからね本当にこれあの、ね、ファンの皆さんから見たらあほっこりして可愛いなって思うでしょもう可愛いもんじゃないんだからなんともないよ可愛いんだから一緒に生活してたらもうねたまにね多分肩パン入るよ許してよリコは本当に端的に伝えれるような能力を身につけましょうよっていうのを言いたいリーダーはい次こうピーチクパーチク言ったら何するかもう罰ゲーム決めましょう、うん、あいいですねこんなね野放しにしていちゃいけないんですしんどりくははいなんだなんだ決めましょうはい何させますか乙女心出したら夜行バス一人夜行バス被害ないでしょ、みんな現地集合、現地解散いいですか途中から降ろすってことだよねいっぱい夜行バスあるから、そこにあのお願いできますか何か手上げて、止まってください言ってヒッチハイクするわ、夜行バスをお願いします、本当にもう、はい、処置いたしました一人でね、行動しているわけじゃないのアイドルグループとしての、はい、あの生活なので皆さんよろしくお願いしますね皆さんというか、天音さん大変申し訳ございませんでしたそう、もう今日は絶対これ言ったるぞって言って本当に本当に本当に大変そんなリコちゃんは何かあるのそんな大したことじゃないけどやっぱ夏は冷たいもの食べたいから、はい、コチュジャン買ったの冷たいもの冷たいからコチュジャン買ったのあ、出た出たこれ乙女心察しての察しての乙女心これそうめんだった、うん、コチュジャンじゃなくてそう間違えただけだったそうめん買ってまっけらしいわなんかでもアクセントでコチュジャンがそう、うん、いいコチュジャンコチュジャンってなんだろうって思ってコチュジャンなんだコチュジャンってなんだろうって思って買っちゃったの、うん、そう、ね五感が可愛いでしょなコチュジャンコチュジャンって思って買ってそうめん作って食べてみたら、うんうん、かからかったあ、からかったそう本当に知らなかったのえ、本当に知らなかったのコチュジャンって書いててね、まあ、絶対嘘絶対可愛くぶってるこれはコチュジャンは知ってるよだって見ればわかるもん辛そうだもんコチュジャンは知ってるよ赤い缶に入ってねそれが何かなーなんて思うけどしかも多分なんならメンバー誰かしらコチュジャン使って食べてるとこ見てるから、うん、そうだコチュジャンは知ってるんだけど、うん、これを何に買ったらいいのかが分からなくて、うんうん、でもコチュジャンってよく聞くなって思ってもしかしたら美味しいのかもしれないって思って買ってみた、うん、可愛いし、ね、食べてみたら何だったコチュジャンって辛かったそれだけ辛いやつだったあ、それだけそうだから夏っぽいなってあれ別にコチュジャンは年がら年中食べれるんですけどコチュジャンって味噌なんだよねそうだ、ね、味噌
そう、味噌、お味噌なんですよ。辛いお味噌なんです、韓国の。ちなみに言うと、夏飯で言うと、きゅうりと一緒に和えると美味しいですよ、うん、そうそうそう、きゅうりとお醤油とコチュジャンで和えると。で、夏すぎて冬になったら、お味噌汁とかにね、うん、コチュジャンこうボンって入れたら、そうそうそう、こう、あと焼き肉とか、レイの好きなチゲになりますよ。チゲってコチュジャンなの？わかんない、わかんない料理しない人たちだからダメだよ、ののちゃんこれ、うん、大変だね。え、なんでよそ者みたいなリーダー大変だねと思って高いところから、あ、大変ですねみたいな、うん、ここ見てるから、リーダー傍観者みたいになって、リーダーがさ、決めてくれないと本当に、うん、という話でした。夏だからね、夏ですからね、夏バテ気をつけていきましょうよ、ね、後半も、ね、はい、はい、それでは、以上いいですか、終わっちゃって。もういいですよ、もう疲れました、リコちゃんで、うん、本当に天音さんで疲れました、はいはい、それでは以上、しんどりヘッドラインニュースでした。はい、そんな天音さんに疲れた皆さん、ここからは耳で癒されてください。それではここで1曲お届けします。しんどりっくで朝焼けミラージュ。しんどりっくのシンクロスポット。シンドリックのシンクロスポット、皆様お楽しみいただけてますでしょうか。さて、続いてのお時間はこちらのコーナーに行ってみましょう。夏を感じる瞬間。汗だくの T シャツ、日焼け、食欲、夏フェスにあなたが夏を感じるその瞬間をお寄せください。というわけで、夏、いろんなタイミングで夏って感じると思うんですけど、はい、皆さんはどんな瞬間に夏を感じているのか気になりますよね。ということで、たくさんお便りをいただきました、うん、夏ですからね、短いですからね、日本の夏は、ね、そうですね、もう一瞬一瞬を感じていかないと、うんうん、じゃあすぐになくなっちゃうから、読んでいきますか。はい、はい、じゃあラジオネーム抹茶さんからいただいたものを読んでいきます。さて、早速メールテーマの夏を感じる瞬間ですが、はい、1杯目の生ビールですかね。自分プレーンチューハイ派なのですが、ですが夏だけはビールに行ってしまいます。仕事終わり、ライブ終わり、スポーツ観戦中と、ここは生ビールに限ります。本当にあの一口目は至高なのです。特に喉越しいいのが大好きです。メンバーでビールの良さ分かる方いらっしゃいますか、という。うん、夏といえばビールという、ビアガーデンとかありますからね。ありますね、夏はね、確かに、うん。ちなみにメンバー、ビール飲みますか？全然ビール派じゃないの。あら、何派？オレンジジュース、オレンジジュース、うん、ジンジャーエール派、ジンジャーエールやろ、コーラ派、ね、うん、確かに。あの、本当に私、去年からビールが飲めるようになって、はい、うん、私、この気持ち、今年の夏すごいわかるんですよ、うん、お大人の階段登った登ったんですけど、あの、本当にあのめちゃめちゃ夏で暑さでやられて疲れた時に、うん、本当にクイッと、うん、キンキンに冷えたグラスに入れたビールがなんとも美味しいの。いやいやいや、言うてもあの CM みたいな感じ、お子ちゃまだな、ほんとあれでも、あれはやりすぎでしょ、 CM なのさ、あーみたいなのあるじゃん、あれなのよ、本当に、本当にあれになるの。熱ければ熱いほど、ビアバー店員よ、一応言わせていただく、本当に良いんですよ。へー、まあ、なんかそれこそビールにも種類があって、うん、はいはい、その喉越しがいいのとか、うん、そのすっきり飲めるドライなものとかっていうのがあるんですけど、うん、ここであの一個ね、あのメンバーの皆さんにもビール初心者におすすめなのちょっと嬉しい、ご紹介したいなと思います、はい、あの宇宙ブリュワリーっていうところの宇宙オタクっていう宇宙オタクビールがあるんですよ、うん、これが宇宙オタク、なんていうの、ビールの初心者の方にも飲みやすい、うん、あのスムージービールって言ってて、スムージー、そうなんですよ、なんかスムージーのように、本当にこれビールなのっていうぐらい、うん、あの柑橘のオレンジの甘さがあるビールなんですよ。ちょっとね、ジュースみたい、ジュースみたい、本当に。でもビールの味、でもビールなんです。へえ、なんかね、いっぱい混ぜて、かわいい、かわいい、よかったらあの皆さん、あのシブリウムって私働いてるところのインスタ見てみてくださいそう、これは宇宙人オタク、宇宙の宇宙っていう種類の宇宙人オタク、宇宙人オタク宇宙っていう種類のオタクっていうビール
宇宙オタク、そう宇宙オタク、うん、そうだから、うん、あのぜひね、あのアイドルオタクの皆様には飲んでほしい一杯かなっていう、うん、なるほど、うん、宇宙人オタクかと思って、だからもしねビール苦手だよって方はこれ本当にスムージー感覚でスルッと飲めちゃうので、うん、想像つかないスムージーっていうのが、うん、本当になんかねちょっと果肉が入ってて、ちょっとねビールってさあの黄色いさ液体にさ泡が乗ってっていうイメージじゃん、うん、もう本当にスムージーみたいにドロドロした液体でっていう、本当にスムージーに近いものなんですよ。でもちょっと気になるかもしれない、うん、だからちょっと、ね、うん、そうこの夏ビールいいなって思ってもらえるんじゃないかなと思うので、シュブリウム、シブリウムさん、よかったら渋谷にありますのでお待ちしておりますといういい情報はい、そんな感じでビールすすめです。いつかみんな飲めるようになるかね、うん、どうなんだろうね。なりそうにある？くるちゃんはもうちょっと先かな、もうちょっと先、ま、飲んだことある？ない。あ、ビールない？ない。食わず嫌いだもんね。食わず嫌い、ね、うん、そう、くるちゃん結構食わず嫌いさんなのよ、うん、そうね、そう挑戦しないもんね。しない、冒険ないね、うん、そうぜひじゃあ、うん、いつかねみんなでだってやじゃない、ビール中毒者みたいな、そんなこと中毒みたいになっちゃったらさ困るでしょ、みんなが止める、止める、これでさ美味しいってなっちゃってさ、うん、もう飲んでないと無理みたいなさ、うん、それは困る、本当に困る、うん、マイク持っても触れてくれいやそれは本当に困るわ、嫌でしょみんな、やだやだやだ、そんなアイドルにはならないよ、ほどほどに、そうしましょう、皆さんもそうですよ、お酒はほどほどにですから。他にお酒以外にありますか？お子ちゃまでもわかる夏。夏。うーん、何かありますかね？来てます？はい、ラジオネーム、はい、ベーマルさんからいただきました、はい。ありがとうございます。皆さんこんばんは。私が夏を感じる瞬間は心霊番組を見ている時です。今は昔ほど放送されていないのですが、皆さんは過去にそういった経験はありますか？ということで、わ、うん、かります。心霊番組大好き、え、大好き、大好きだよ、大好きな人、はい、あ、レイモン、でも夏あるあるだよね心霊番組やるっていうのは、うん、もっと昔、10年前とかちっちゃい頃は、うん、もっとやってたの。確かにやってたね、うん、確かに少なくなったかもしれない。7月、8月になると毎日のようにやってたり、うん、それこそお昼に、うん、再放送とか、再放送でやってたりとか、うん、今ないよね多分。そうよね、そうなんだろう、結構私毎回探してんだけど再放送そんなに探すことそう、好きなの、ね、え、でもやっぱり特別番組じゃん、もうその日しかやらないから見ないと損って思っちゃって、うん、もうほんと見たくないんだけど、でも見ちゃうの、うん、見なきゃって思う、見たくないけど見る派なんだ、うん、そう見ちゃう、怖いけど見ようみたいな、そう怖いとこはもう全部見ないけど、うん、音だけ聞いて、はいはいはい、その番組を見たっていう達成感、うんうん、絶対見ないなんか一番見てそうなんだけどね、絶対見ないね本当に、あの、うん、夜道一人で歩けなくなるくらい、そうなの、お風呂入れなくなるから、こうやってさ目閉じててパッて開けた瞬間にさいたらどうしようって思うじゃん、そうそうそう、カーテンの隙間いねえよみたいな顔なんかブンとかさテレビ見ながらさ、うん、こうなんやろせややろせやって言ってたから偏見すごない怖くなさそうってこと、ほんとに苦手なんですよ ね、 ね、うんうん、え、来週一緒に見ようよ、無理だね、見ない見ない見ない、見ようよ、無理、一緒に見ようよ、鍵かけて、あの、無理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 、絶対無理です、別の階にしてください、止める、止まる部屋、本当にのむちゃんの部屋しない、石川は別の階にしてもらおう、ほんとにやだ、ちゃんも連れてきて、え、どうすんのホテルで、そうだよ、隣からさ、コン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 とか聞こえて、うん、ガチャって言って誰もいなくてみたいな、それ多分リコがいたずらしてんだよ、なんかでもそういうのってさなんか、ごめんね、なんかひどいよね、ひどい先輩だよ、なんかさ、そういうことさ、たまにあるじゃん、あるある、嘘かもしんないけど、うん、レイと来るとか結構キャッキャはしゃいでるよね、うん、その何、昨日あれとかさ、音が聞けるみたいな、聞こえました、聞こえましたみたいな、ずっとやってんの、え、ののかはホテルに入ったら全部とりあえずシーツを一回剥いでで、こうかかってるものとか一回こう見て、テレビの裏とかも見て、ドアも開けて一回換気をして、よし、クリーンキモッねおー、言われるって言ったら普通に除霊みたいな感じ、そんなやついないっているってそう、お化けじゃなくて、ゴキブリ確認してんじゃなくて、違う、あ、一緒にね、そう一緒に確認してるよ、それも嫌だけど、いや、お札とかあったらどうすんの、あ、そういうことか、え、なんか見ちゃった方が怖いって書いてくださいっていうの、だから、昔さ、あの、沖縄行った時にさ、あの
いわくつきのなんか調べてたよね。そう、だから調べちゃう、なんかさ、物件とかもあるじゃん、うん、こうなんていうの、過去に何々ありましたみたいな、あれは絶対調べて家探す、引っ越す、まだそれは大事かも、大事でしょ、怖いもん、怖い、普通シンプルに怖がってるだけじゃないですか、ね、でも、あれは見たいなって思うよ、なんかさ、今さ、ネットフリックスとかでさ、うん、犬鳴き村ってさ、怖い映画あるじゃん、うん、それをなんか、うん、あんまり怖くないように周りに可愛いワンちゃんが出てくるみたいな仕様のやつ、そうなの、それはちょっと見てみたいなって、ほらだから怖いところが来るときに3秒前に1って可愛いワンちゃんの画像付きでやってくれるみたいなのを見たの、それはなんかもうちょっと真剣にしてほしいな、監督可愛くぶってるだけじゃないですか、可愛くぶってるとかじゃないんだ、はいはい、本当に無理なんだね、夏の虫とあとあの夏じゃなくてもでしょ、怖いものと雷は嫌い、あ、そう、夏がだから嫌いなんです私は、そういうことか、そうなんですよ、そうなん、苦手ですね、盛りだくさん無理、うん、本当に無理ですね、本当にだから石川遠征行った時言わないでほしい、なん どんな話だったよねとか、まあそうですね、綾瀬と石川にその話はキンクでよろしくお願いします、うん、耳栓して行動します、集合だから集合、集合、集合、連行しよう、来たよって見たいと思います、絶対あのドアチェーンもかけようね、うん、かけますはいということで、はい、以上夏を感じる瞬間のコーナーでした。シンドリックのシンクロスポット、さてお送りしてきましたシンドリックのシンクロスポット、エンディングです。ここでシンドリックからお知らせです。イベント、あのお盆休み盛りだくさんなので、ぜひ公式ホームページの方から詳しくはチェックよろしくお願いします。近々で言うと明日8月15日火曜日は、ワロップ放送局にてワロップ夏祭りが行われます、はい、番組だったり縁日があったりと、めちゃめちゃ楽しい空間となっておりますので、ぜひ遊びに来てください。そしてあさって16日水曜日、ボンオドリックツタヤ、スポティファイオーネストさんにて行われます。この日はなんと、はい、入場無料となっております。感謝の気持ちを込めまして、はい、ティフ出演の感謝の気持ちを込めて、はい、無料です。そして、特典会は浴衣で行われますので、予約まだの方ぜひチェックお願いします。お願いします。そして8月19日土曜日、20日日曜日は、石川遠征で輝きフェスに出演させていただきます。こちらライブハウスチケットが完売ということで、うん、ぜひね一緒に来る方楽しんでいただければなと思います。そして8月26日土曜日、アットジャムエキスポ2023に出演させていただきます。こちらもアイドルフェスといえばのアットジャムさん、はいはい、もうめちゃめちゃねセットリストもねいっぱい考えておりますよ。考えました、はい、なので夏の締めくくりはぜひアットジャムで一緒にしていただければなと思います、はい、その他も公式ホームページの方で、ライブ情報などいっぱい出ておりますのでチェックよろしくお願いします。お願いします。ということで20時からお送りしてきましたシンドリックのシンクロスポット、いかがだったでしょうか。いや早いね、8月終わったのでこれで、はい、次はみんなが言ってた9月の秋ですよ。そうだね、もうどん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 変わってきますよ。今日が23回目でしょ。そう、うん、次に来月2年ってこと、シンクロスポットになって2年ってことか。そうです。シンクロスポットで2年。そうだよ、早っ早いね、うんうん、24回目と2年か。早い早い。なんか最近シンクス面白いって言ってくれる方とか、こう初めてシンドリックをこうライブ見て、でこう YouTube とかで探してシンクス聞いて、喋っても面白いんだねみたいな聞くんですよ、ね、嬉しい。そうだからさ、配信で全員で喋ってる時にアイドルじゃなくて芸人集団って言われてるので、もうここゆえんなんじゃない、うん、ちょっとやめようかこの方向性ちょっと変えていこうか。それは変えていく、うん、おしゃれなさ、うん、ラジオ、おしゃれ高速超横アイドルロックをさ、うんうん、そうだよね、やっぱり言って、そうだよね。じゃあ3年目は、うん、それテーマでやるかね、うん、作家さんにもちょっとね、うん、なんかおしとやかな感じ、うん、やっぱオープニングのやつとかもさ、そこからブレてるからやっぱりブレブレじゃん。そう考えたらおしゃれな感じでいくか、うん、じゃあおしゃれな感じで締めてみる。最後にね、ここ最後にやってみるか、うん、そう、おしゃれな感じいける。リーダーできるできる、あんたが一番ハピネスハピネスから始まってんだから。そうちょっとハピネスも来月からおしゃれにしてこようかな。やるんだやりたい、やらない、しないし
してないしてないしてない。やるんだ。そうだってこんなに喜んでくれてるから。そうだね。やっぱり。それはね、適当に書いてでもやってくれるっていう、はい、そうそうそうあれがありますからね。おしゃれにしていこう。おしゃれにしていかないと。三、うん、年目だって。まあまあまあ、まあ、そう考えるとさ、それおしゃれかな。ゆいも喋れるようになったよね。なりましたわね。あ、もう始まってるんですね。おしゃれでね。おしゃれでね。これおしゃれなのかな。おしゃれではないね。ちょっと高貴なの。そうですね。どうしたの？どうですか、ひろさん。あ、でも、うん、でももうちょっとこう回せるようになりたいかもしれない。でも日野さんは結構 MC とかをやりたいんですか？あ、やってみたい気持ちはありますね。なるほど。ちょっと、うん、頑張ります。頑張る、ね、うん、欲張って行きたいですね。あ、うん、いいですね。やっぱ MC もできますし、喋りもできますし、みたいな。トークができますし、ツッコミもできますし、ツッコミもできますし、ボケもできますし、みたいな。欲張り欲張り、欲張り放題なので。高速で突っ込んでくれる？高速でできるかな。できるかな。石川さんと神崎さんのちょっとキャラが濃いのよ。裏、あの、サブで回ったことで。そんなことないって。ないよ、うん、裏で濃いからね。そんなこと言うと、そうだね、うちらが倒していかないといけないんじゃない？そうだよ、敵だと思ってよ。そうだよって言っちゃったわ。やばいやばいやばい。でも、なんかもうもう食われるぐらいの勢いで来てほしいよね。そうですよ、そう、そう、だ、天音さんはまだまあ半年経ったペーペーだけど、うん、あのそろそろあの読めるようになりたいね、は、うん、感じよ。かしこまりました。結構ラジオ参加してどのぐらい、まあ、半年以上半年以上どう、うん、うん、そんなないかな、ね、なんてなんてそうではないよ、全然気持ちを言うんですよ。そんな、うん、何もないんですけど、ね、どうなんでしょうか。おしゃべり楽しいなって、もっと面白いの見せてほしいなって、ね、うんうん、視聴者なのおしゃべり楽しくないって思っちゃったらもう寂しないもんね。確かに楽しいなって思ってるのはいいことかもしれない。いいことです、いいことです、うん、本当にいや3年目ですか、ね、早いのね。早いね、うんうん、でそろそろさ、なんか新しい新企画とかやってきたよね。そうだね、うんうん、いいね。前やってたじゃないですか、いろいろ、うんうん、プレゼン大会とかやってたじゃないですか。やってましたね。懐かしい。モッツァレラチーズ、あ、見たことある。あれが一番初めにちゃんと見たんで。へぇ、一番初めに見たのモッツァレラチーズなんか動画で持ってるよ。モッツァレラチーズーって。なんで動画で持ってるの。え、なんか撮ってた覚えてる。あの、パチ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 、手のひらが赤くなっちゃいましたって言ってたよ。私が、うん、マジこれ、初めの挨拶で。何で覚えてんの。やば、こんなんやらされるんだって。やばいと思ってたの。やばいと思ってたの。やばいと思ってた。確かにやばいと思われちゃった。ラジオもこうやって楽しんでいただけてるみたいで、うん、本当に何よりです。私たちも楽しくやってはいるんですけど、うん、それをね、みんなが楽しいってね、うん、リスナーさんに言っていただけることが何よりなので、うんうんうん、末永くあのクロス FM さんにシンドリックいいなって思っていただけるように、うん、ぜひハッシュタグでいっぱいつぶやいていただけると、ね、いっぱいつぶやいてほしい、はい、嬉しいです。お願いします。3年目も、はい、おしゃれ高速超洋館アイドルロックで頑張っていきたいと思います、はい、どうしよう、次の挨拶からおほほほほって言い始めたら、うんあほほ、神崎さんだよ、勘違いしてるから。おしゃれに行きますわ、しんどりく、神崎くるみです。それは後期なんよ。くーちゃんだけにしてもらってもうそういうこと言うと、本当にライン行きたいからここに何々ですわ、面白いですわってとっても楽しみ。愉快、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 変わってんね、なんか表現の仕方が。まあどうなることやら、皆さん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。次回の新、はい、シンクロスポットは9月11日月曜日21時からとなります。ここ渋谷シダックスカルチャービレッジの渋谷クロス FM サテライトスタジオから公開生放送でお送りしますので、ぜひスタジオにも遊び来てください。お願いします。お願いします。そういえばさ、うん、台風だったじゃないですか。台風予報。そうだ ね、雨降らなくてよかった、観覧の皆さん。そうだよね、ちょうど今日、明日みたいな、そう、予報だったもんね。そうなの、私たちもね、遠征から帰ってくるのね、ちょっと雨の中走ったりもしてたので、そう、ね、そう、そう、みんな大丈夫かなって思ってたんですけど、ね、よかったです、よかった今日が。ね、あの、気をつけて、この後は ね、観覧に来てくださった皆さん、帰ってください。そして観覧も来月もできますのでね、あります、うん、ぜひ
面白いトークをしてる、おしゃれなトークをしてる私たちを見に来ていただけたらなと思います。はい、はい、ということで、夏の最初のオープニングの曲、一番何が良かったか選ぼうよ、作家さんに。これうん、これみんな分かったのかな。分かる分かる分かったんじゃない。どれが良かった。あれだよね、昨日がオレンジレンジさんのサンハイハニーと、で、神崎がこの長いゆずさんの夏の色、ゆっくりゆっくりゆっくり、リコがケツメイシさんの夏の思い出、夏の思い出ですよね。そうで、文が私ね、これ自分で夏が来れば思い出す、音楽の授業教科書とかすごい、そうなんだ、うん、日の霊社交ダンスかな。いや、リコも決めてんの。何ゆっくるゆっくるいいけど、ってこの2ついいよね。いいんだけどさ、ここまで行くのに長いんだよ。どうしようと思って。それでは来月は短めでよろしくお願いします。お願いいたします。来月おしゃれでね、おしゃれでね、お願いします。はい、それではシンドリックのシンクロスポットも今夜はここまでとなります、はい、皆さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。いただいて、以上シンドリックのシンクロスポット、お相手はシンドリックでした。バイバイ。